どうも皆さんこんばんは、ベイビーブーンのしのぶです。お休みラジオ、今日の担当はしのぶが担当させていただきます。いや本当に楽譜ってすごいですね。僕はなぜ楽譜が好きなのかなと思うとね、あの柄が好きなんですよね。まずね、あの五線紙のガーってこう五線が並んでて、そこに細かい音符が書いてあって、まあ、綺麗にあの印刷されたものよりも万年筆とかあのそういうのでこうザザザザッとこう横殴りみたいな感じで書いた、そんな譜面が好きなんですけども、まあ、その譜面の良さというのは、これ全世界ね、どの国でも、まあ、大体の国は言葉が通じなくてもその譜面を見たら大体一緒にセッションできるみたいなね、まあ、英語の苦手な僕からすると音楽できるってことだけで少しは海外に行ってもコミュニケーション取れるっていう、そういうふうな自信もあったりとかするので、いやー楽譜ってすごいなって思ったりするし、あともともと楽譜を作った人ってすごいですよね。こうなんて言うんでしょう、例えばこの淡い恋心みたいな見えないそういうものを何か形にしようと思うときに、まあ文章にして詩にしたりとか、この音符の羅列でその世界観を表現する楽譜にしたりとか、見えないものを形作るための何かそういう目安を作って、でそれに近い形で再現すると、なんとなくそれに近い雰囲気がそこに出来上がるなんて本当にすごいなと思ったんですよね。実はあのベイビーブーは師匠のボニー・ジャックスさんから五千曲のね、ボニーさんのもう超貴重な財産とも言える、譜面をいただきまして、そのボニーさんが歌ってきたものを、僕たちも自分たちの活動の中でできるだけあの歌い継いで、そして下につないでいきたいなというふうな気持ちで今、いただいたものが実はあるんですね。で、ベイビーブーの YouTube チャンネルでも名曲コロンブスか、この世の中にあるいろんな名曲でも知らないものがまだたくさんある、まあ、ボニーさんからいただいた5000曲の中にも僕が知らない曲はまだまだたくさんあるのを、こうね、一個一個こうコロンブスで大陸を発見した時のように、こう名曲をそこから掘り起こして、再確認して発見して、またそれを僕も知らなければね、皆さんも知らないとなると、そこで一回どういうものなのかってものをあの譜面を見ながらね、演奏してその曲を耳で感じて楽しもうみたいな、そういうふうな、名曲コロンブスというね、そういうふうな動画もいくつか作ったんですけども、それも非常に面白かったんですよね。当時スタジオでボニーさんがこう録音するときに、本当だったら楽譜通りこう進んでいくところが急に鉛筆でガガガガッとこう4小節カットしてやったりとか、あこれは本番急にここなしって言われたから急いで消したのかなとか、なんかその当時あの急遽いろいろ変更があったものとか注意書きとか、そういうものがこう殴り書きで書かれてる楽譜とか見ると、そういういろんなね修羅場だったり、そういう緊張感のある空気を過ごしてきたボニーさんとその楽譜みたいな、こうその記憶と一緒に楽譜がこうセットであるので、まあ、そういうものを見るとなんとワクワクするんですよね。昔の時代に戻るというか、博物館で、500年前のなんたらですとか、これは2000年前のなんたらですみたいなものを見ると、もうその時代のものがこう垣間見たような感じがして、すごく嬉しい気分になるので、本当に楽譜って素敵やなと思うんですよね。それでですね、なぜ今日またこんな話をしたくなったかと言いますと、実はベイビーブーが毎週金曜日に NHK ラジオ第一で担当させていただいてますベイビーブーが歌ってみたというコーナーでですね、毎週リスナーさんのリクエストに僕たちが1週間の間にアレンジをして歌唱をして、お答えするというコーナーがあるんですけれども、まあそのコーナーとは別なんですけど、同じ時間の中で昔ね、まだまだこうテレビとかが普及する前にラジオが中心だった時代に、ラジオ歌謡というそういう風な
ジャンルで呼ばれるようなものがあったらしく、ラジオでどん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 歌謡曲が発表される時代があったんですって。で、そういう本当に昔の NHK のラジオ歌謡を、リスナーの方にリクエストをして、何か思い出とともにあったら、お知らせくださいみたいなことをやってるコーナーで、大抵はね、今80歳ですとか、今75歳ですとか、ご年配の方が自分がすごくちっちゃかった頃に、家族がよく聞いて歌ってましたとか、そういうふうなエピソードがついて、曲のリクエストがあって、で NHK のそういうアーカイブの資料室から、その当時の演奏の録音がありましたので、じゃあお答えしますみたいな形で、こう懐かしい蓄音機のような音でその音楽が流れたりしてたんですけども、そのうちの一曲の帰郷の歌という歌だったかな。ふるさとに帰郷する、その帰郷です。その歌を聴きたいですという、兵庫の方だったかな、リクエストがありまして、確かその方は85歳ぐらいだったと思うんですけども、その方が5歳の頃、本当にちっちゃい時に自分の、両親がよく歌っていたっていう風な曲をね、覚えてたんですって。5歳の頃にずっと両親が歌ってたこの懐かしい歌を、今自分が85になって今一度聴きたいですと。で、曲のタイトルも帰郷の歌、きっちり覚えてらっしゃって、で、それを NHK の方が一生懸命探したらしいんですよ。でもね、当時本当に昔のものなので、本当にそういう資料があったりなかったり、点でバラバラになることも多かったらしくて、それが見つからなかったらしい。で、実は NHK じゃない、いろんなそういう愛好家みたいな、そういうものをちゃんとこう保存して残したい、保存の団体みたいな、まあ、そういう方が、楽譜ならあるよみたいな形で、なんと NHK の方にね、楽譜を提供してくださったらしく、本当に手書きの、3、4枚の断片の楽譜が、実はね、放送日が金曜日だったんですけど、その前日の木曜日のお昼ぐらいかな、僕のところに届いたんですよ。ベイビーブさん、楽譜が実はあるんですけど音源がないんですと。でもこれ楽譜を見ながら、当時のものにして雰囲気わかるように少し復元的な感じで、歌ってもらえませんかみたいな連絡が来たんですね。でね、僕は木曜日っていうのは実はベイビーブーの活動の中で僕が一番ゆとりのある時間なんですよね。まあなぜかというと、毎週金曜日に、まあ、2、3曲のものを発表しないといけないので、僕は金曜日の放送が終わった後に来週この曲しますっていう、まあ、宿題を NHK の方から聞いて、で1週間のうちに、まあ、その作業をするんですけど、まあ、アレンジ終わるだけが作業じゃないので、その後録音してメンバーにも録音してもらわないといけないので、僕はだいたい金土日ぐらいで、1曲分アレンジをして、そして楽譜を書いて、録音して、そしてメンバーに、水曜日ぐらいまでに自分のパートを録音して、僕の家に送ってねみたいな、そういうやり取りがあるんですよ。まあそれが1曲分ね。なので金土日で、まあそれに並行してアレンジが大体落ち着いて、じゃあ次は録音だけかなと思った日曜日ぐらいに次の2曲目のアレンジを始めるんです。それが、日月ぐらいかな。なので月曜日ぐらいで大体2曲分のアレンジと、まあそのメンバーに録音してねっていう、土台となる資料が用意できる。でメンバーにそれをお願いして、火曜日は僕実は週に1回専門学校の講師をしてるので、そういうのでちょっと外の仕事をするからベイビー部の仕事はちょっと止まるんですね。そしてメンバーがそれぞれ録音してくれたやつを、まあ、火曜日に届いて、で水曜日に、簡単にこう聞きやすいようにこうミックスってやつをして、でそれで完成したものを水曜日中に NHK に送る。まあ、これが他にもいろんなねさせてもらう仕事もあるんですけども、ルーティンワークみたいな形でだいたい NHK に関して言うとそういうスケジュールで僕は動いてるんです。なので水曜日が終わった時に、いや今週も無事に間に合ってよかったとほっとして、で木曜日
は少し自分の中でゆとりのある時間なんですよね。なのでそういう時間の時に、まあ、NHK の方からぜひこういうのをしてくださいみたいなお知らせが来た時に、これはもうやるしかないなと。しかも名曲コロンブスの件もあるし、この全国的に NHK すら持っていない楽譜をこの僕が発掘して再現できるなんてこんな貴重なことはないし、でそれで聞きたくても聞けないと思ってるそのねリスナーの方が喜ぶんであればぜひしたいということでですね、木曜日時間をかけて少しやったんですよ。でもね本当に今までコロンブスに関して言うとね、ボニーさんのやつに関して言うと自分のルールとして原曲を聴かずに想像だけでピアノである、程度形作ると、で終わった後に本当にそれに近かったかっていうのをなんとなく原曲をYouTube とかボニーさんの音源とか探して、まあ、正解を聞くんですよね。でそれで あだいぶ近かったなとか、あ全然違うかったなみたいな答え合わせをして楽しむんですけども、今回のは本当に答え合わせができない。もしかしたら僕が再現したものが今まで途切れてたものを次もう一回プッと火を灯すきっかけになるかもしれないとか思うとね、かなりこう気合が入って責任感も感じたんですけど、まあでもその譜面ってやっぱ素晴らしいもので、そこに書かれてあるものを何度も汲み取りながら想像してやると、なんとなくこんな感じだろうなという素敵な故郷の歌というのがね出来上がって、多分リスナーの方もはじめ皆さんがすごく喜んでもらえたような、そういうふうな仕事がねすることができて本当にこう嬉しかったんですね。なんかこうベイビーブで新しい CD を出したっていうのに近いぐらい未発表のものをもう一度復元してそこで発表したみたいなのを、ラジオの放送を聞きながらねすごく嬉しく思った記憶があります。だから本当に楽譜って素晴らしいし、今後ねベイビーブが今歌ってる楽譜、またボニーさんから受け継いだ楽譜、そういうものをもし歌う人がしばらくいなかったとしてもね、100年200年いなかったとしても、300年後の誰かがその楽譜を見てちょっと集まって歌おうよっつってもし歌ってくれたらね、楽器はどんどん進化するじゃないですか。キーボードとかドラムとかシンセサイザーとかギターとかはねどんどん進化するけれども、僕たちボニーさんはじめ僕たちがやってるこのコーラスっていうのは自分たちが生まれ持った声だけ、まあ、声を楽器としてやってるので人間の声の進化ってそんなに進まないと思うんですよね。逆にもある程度こう成熟してるのか、500年前も100年前も今も200年後もさほど変わらないと思ったら、300年後にベイビーブーの楽譜を見てその時にね5人が集まってわーっとハモった時は本当に今僕たちが歌ってるサウンドと近い音が出て、お面白いねベイビーブーってグループがいたんだみたいなね、そんなことになり得る楽譜っていうのは本当に素晴らしいなとつくつく改めて思いました。いやーなんか楽譜のことについて今日はたくさん語っちゃいましたけど、最近ね YouTube とかいろんなところで僕が少し音楽寄りの、まあ、アレンジだったりとか自分がどういうふうな形で音楽を作ってるのかみたいなものをちょっと方向性をそっち側の方に寄せて皆さんにこう発信をしてるんですけども、まあ、メンバー5人いるのでちょっとそれぞれ自分で自分の得意というか他のメンバーとは違うようなことでいろんな切り口でそれぞれがこうちょっと色を濃くやっていったら面白いかなみたいな話がね、一回ミーティングの中でメンバーとした時に、じゃあ僕はちょっと難しく聞こえるかもしれないし、まあ難しかっても普通に眺めてるだけでも楽しい人もいればありがたいし、まあ、逆に音楽に少し興味があって勉強したいって人には有益なことになるかもしれないから、少し掘り下げた、自分の音楽をどういうふうに作ってんのかとかそういうふうなものをこう色濃くしていこうかなと思って最近そういう方向でやっております。なのでなんか難しい方向にいっとるなしのぶはと思う方は本当に申し訳ないんですけども、まあ、でも難しいからぼーっと見てられるわとか気づいたら寝れるから本当にお休みラジオにふさわしくなってきたわとか、まあ、そういうふうな
いろんな方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと、そういう形に変えていきたいと思っておりますので、引き続きぜひ、ご視聴よろしくお願いします。そしてですね、しばらくやりましたこのお休みラジオなんですけども、実は今日の僕の回をもちまして、一旦、終了ということになっております。またね、近いうちに再開はするんですけども、また今度は、ファンクラブの方の、コンテンツとしてファンクラブの方に向けてもう少し、メンバーのパーソナルが分かるような、そういう内容でまたお休みラジオを続けていけたらなというふうに少し考えてますので、一旦しばらくお休みラジオは今日でおしまいになります。まあ、逆に初めての方がね、見ても楽しんでいただけるベイビーブーってこうなんだみたいな、そういうものは普通の YouTube チャンネルでまたどんどん発信していきたいと思いますので、また皆さんいろんなメンバーの一面、ベイビーブーの良さがたくさん伝わるようなものを作っていきますので、そちらもお楽しみください。それでは今日はこの辺で、おやすみなさい。